コーチェラに出席したアテズはメディアから多くの称賛を受けた。ビルボードはアテズのセットをコーチェラ初日の最高の瞬間の一つと称賛し、完璧な振り付けとダイナミックな10曲のセットリストを称賛した。ロサンゼルスタイムズはグループの総合的なパフォーマンスを称賛し、彼らの歌唱力、ラップの表現力、そして魅惑的なダンスルーチンを指摘した。彼らはアテズの明るい未来を予測し、いつかコーチェラのヘッドライナーになる可能性があることを示唆した。海外メディアもアテズの歴史的なコーチェラパフォーマンスを称賛した。フィリピン、インクワイヤラーはコーチェラのステージを飾った初の KP オープニングボーイズグループとしてアテズの記念碑的な功績を強調した。一方、タイムズ・オブ・インディア氏はグループの並外れたライブ能力と無限大エネルギーを強調した。しかし多くの称賛を受けているにもかかわらず、残念ながらアテズのパフォーマンスは特に韓国の日ズンからはあまり注目されていないようだ。韓国の日ズン、オープニングの番氏はオンラインコミュニティフォーラムへの投稿でアテズへの同情を表明した。この投稿でオープニングはアテズのメンバー全員がコーチェラのステージで非常に良いパフォーマンスを見せたと述べた。しかしオープニングと呼ばれる様々なオンラインコミュニティフォーラムではアテズについての議論はほとんどありません。アティーズがコーチェラに出演するかどうかはわからないと主張する人もいる。あるネチズンは、本当に彼らがそこに現れていたとは知りませんでした。比較するために見ましたが、本当に良かったです。この投稿を書いたオープニングも、アテズがコーチェラに参加していることを知ったのは、ツイッターでビデオクリップを見て初めて知ったと述べた。このオープニングでは、アテズのコーチェラ出演が韓国ネチズンからあまり注目されなかったとされる理由も明らかになった。その理由は、アテズが KQ エンターテインメントという小さな事務所から来ているからだ。どんなに偉い人でも、他の大企業のグループ名にうずもれて名前が出てこない。しかし、それがエンターテインメント業界の現実です。とオープニングは言いました。それでもアテズはタイムズ・ナウが発表したコーチェラでの最高の KP オープニングパフォーマンスとして2位の地位を固めることに成功した。